七分積金とは、完成の改革の際に、江戸町方に命じた積立制度である。町入用の節減分の七分を積み立てさせた。完成2年4月、老中、松平定信は、町入用を削減させて、町町の地主、町役人の負担を軽減させるとともに、軽減分の一部を、時代、棚賃の引き下げという形で住民に還元させると、ともに、 町入業に伴う需要を及び、住民の家計支出を抑制させて結果的に物価を引き下げ、さらにその一部を積み立てて、備蓄のための揉みの囲い置きや貧困者への手当に当てる構想を打ち出した。8月には、江戸町奉行を通じて、江戸の町々に対して、天明5年から5年間の時代、棚賃の収入総額と、完成2年の上半期の時代、棚賃の収入総額と、 町入用に伴う支出、残された地主手取り金などと届け出させた。翌完成3年に調査結果が出され、平均して時代、棚賃収入の総額は年54.7万両、町入用は年15.5万両という報告が出された。続いて4月に、恥金かねの武より、町引けしなどの経費削減、町役人が立ち会う、訴訟の簡素化、 再礼等に対する契約などで町入用が削減できるとする改革案が出された。その後、この提案をもとに町々から町入用の節減見通しを提出させたところ、総額で3.7万両が可能との回答が出された。完成3年12月29日に江戸幕府は町々に対して3.7万両のうち7分に当たる2.6万両を毎年積み立てさせ、 残り1分を町入業の増手当てに、残り2割を地主に増手当てに当てるように命じた。だが、3.7万両の中には、町奉行の行為を得るために課題に報告したものや、算定基準となった町入業の5年間の統計に、天名の大基金や、それに伴う打ち壊し対策費が含まれており、積み立てを求められた額が課題すぎるとの不満の声が、町町から上がったが、 幕府は一部削減に応じたのみで、原則的に積立額を改定することは、以後もなかった。なお、幕府からも、設立時に1万両が拠出されている。完成4年3月、高屋奈原に、江戸町会所と囲いもみくら十二棟が設置され、7分積金の運営が開始されることとなる。完成四年初頭より、七分積金によって、毎年2万両以上の積立が、 江戸町会所に集められた。江戸町会所は環状奉行及び町奉行の監督下に置かれて、両奉行所からただしがかりと呼ばれる監督役人が派遣されていた。環状所御用他市の住人の両外省らと、名主代表や地主、家モりから取り立てられた座人と呼ばれる担当理員によって構成されていた。また、同時に町役人らによる会所の役目も兼ねていた。 幕末期の幕府財政の悪化にもかかわらず、環状奉行や町奉行ら幕府側が、積立金に手をつけて、財政赤字を補うことは決して行われなかった。このため、積立や備蓄もみは、毎年古くなった分を入れ替えながら順調に蓄積され、文化年間に十数万国のもみ米の蓄積があり、幕末には、備蓄量に対応するために、深川や小菅にも、 もみぐらを増やしている。江戸町会所は、江戸全体の社僧、偽装としての役目を果たし、平時から休民に対する定式ご給を行うために、金生や米が支給されたが、最も期待されたのは、災害や基金物価高騰時の救済活動のための臨時ご給にあった。天保の大基金や幕末の長州征伐前後の米下の冒頭による世直し、一などに際して、 金生や米を放出して、民心を沈めた。江戸時代を通じて、臨時後救いは17回行われたと記録されている。さらに、積立金の一部が、江戸町会所を通じ中小地主のために、定理融資を行った。これによって災害時の建物再建や、町役人を構成する、地主層や御家人の没落防止の役目を果たした。 店舗年間には35万両もの貸し付けが行われていた。もちろん、定理ながら利子を獲得して、町会所の運営費やさらなる積立資金としても用いる目的もあった。ところが、明治維新後の明治5年に、明治政府によって170万両とも言われる積立金が東京会議所から東京府や東京市に接収された。東京市はその多くを、 学校の建設や銀座などの近代的な道路整備などの社会基盤整備事業に当ててしまったと言われている。ありがとうございます。